am Chris from Philippines and welcome to my channel. Minasan, konnichiwa, watashi no channel ni yokoso. Watashi wa Filipino Chris desu. Welcome back for another reaction video and for today, I am watching Miss Galsone for the second time eating 11 giant eels. Dewa sasuku, hajimemashou.体長2メートルのお化けウナギ、このクラス、ぜひとも捕まえたい。オッケーです。このじゃ倍ぐらいの。緊急ハンター行ってこい。行ってきます。お願いします。あ、船を頑張れよ。しかし、その後も取れるのは1メートルクラスばかり。確かにどれも大ウナギだが、怪物とは呼べない。そして捜索開始から8時間目は冷えた。もうちょっと厳しい。ああ、水も冷たいし濁りもきつい。これ以上探すのは無理だ。結果捉えたのはご覧の3匹。しかし残念ながら2メートルの巨大ウナギは捕まなかったな。そうなんですよ。残念だったな。申し訳ない。そこはやっとどうしよう。私大食いなんですけど。だから俺食えばいいじゃん。2メートルのウナギにチャレンジするはずが、なぜか結果は3メートル。1本あたりはこの大きさ。1メーター10。取れるかば焼きは1匹につき20枚にも。3匹で60枚という驚異的なボリューム。本当にこんなに食べられるのか。それこそ食べますよ。じゃあ巨大ウナギ、はい、ギャルソンで挑戦。ありがとうございます。身はご覧の厚さ、普通の3倍はあろうかという代物。ほら見て、うわでっか。日本のうなぎと一番巨大うなぎ違うところどこですか？脂乗ってますよね、これは。脂が、いいじゃないか。これはもう美味しいうなぎはできますよ。できそう。ただでさえ栄養満点のうなぎ、この量になるとなんと2万キロカロリー。これは成人男性が必要とするカロリーの8日分。さあいよいよ勝負の時がやってまいりました。はい、ギャルソネ、自信のほどは？頑張ります。ちょっと想像より大きかったので、うん、いけるかどうかはまだあれですけど頑張ります。いよいよ運命のゴングが鳴り響く。ちょっと鈍いですね。いただきます。さあ始まりました、ギャルソネ VS うなぎ3兄弟。まず一品目は定番白焼きですが、身の厚さが通常の3倍、これが9皿。うわ結構身がしっかりしてる。見た目はまるで焼き魚のようですが、肝心のお味は？どうやら味は申し分なさそうです。しかしこの勝負行き先は果てしなく険しい道のりです。何せ2万キロカロリーという前代未聞の戦い。さあ一品目、白焼きを難なくクリア。二品目は王道かば焼き。しかしご覧ください、この大きさ。1枚で通常のかば焼き10枚分に相当します。かば焼きです。小柄なギャル曽根に対しましてキングサイズのかば焼き。しかしひるむことなく口に放り込んでいきます。ふわふわなんですけど、でまた脂が乗ってるからすごい美味しい。勝負は序盤、まだ油を楽しむ余裕があります。しかしこのこってりに一体いつまで耐えられるんでしょうか。身を細かく丁寧に切り分けながら着実に胃袋に収めていきます。グーサインをきっかけにさらにペースアップ。あの座布団のようなかば焼きが跡形もなく消えていきます。うわすごいな。ようやく1匹が終わり、残りは2匹。アイスクリームとかもらってもいいですか？出た、出ました、秘密兵器アイスクリーム。これを食べれば食欲がさらに、まさにうなぎ登りです。これが
からですよ、驚くの。ロブさんとディックさんも目の前の光景が信じられないといった様子。さあ、三品目はうまきです。うなぎもさることながら卵のボリュームにもご注目ください。私卵もうなぎも大好きだから、ちょっといくら好きでも使った卵の数は20個。おいしい。卵だけでも食べきれないよな。卵20個分のコレステロールは一体どこに消えるんでしょうか。それは誰にも分かりません。うまき完食。思わずスタンディングオベーション。しかしまだまだ中盤。4品目はうなぎの炒め物。ここまですでに4キロものうなぎを胃袋に収めて、なお表情にもペースにも全く変化がありません。さあ、炒め物あっという間に蹴散らしました。今度はさらに彩りが綺麗だ。マラソンで言えば折り返し地点を曲がったところ、こちらのサラダも大根の千切り一本残さず平らげていきます。さあ、軽めが2品続いたところで揚げ物天ぷら。天ぷら大好きなんですよ。うまい。おいしい。ふわっふわ。一体何なんでしょうか、この余裕。これまですでにあの大うなぎ2匹を平らげたとは到底思えません。もういい気は言っていいな。うわ、もう参っちゃってよ。天ぷらも見事完食。さあ、残るは1匹となりました。さあ、いよいよ今度は最後であります。ここまですでに46皿を平らげたギャル曽根、ラストは容赦のない一品。いたー、すごいな。超巨大うな重9個。蒲焼きは特大サイズが2枚重ね。ご飯の量は合計6合にもなります。これを食べるのは絶対不可能だ。いただきます。まるで対決が今始まったかのように微笑みを浮かべながら始まっておりますギャル曽根。料理長も加わりまして偉業達成の瞬間を待ち構えます。もはやギャル曽根の勝利を疑う余地はありません。口から出るでも。巨大ウナギが潜む伝説の沼、その伝説すら超える、これが我が国の大食いクイーンギャル曽根です。ニュージーランドに来て取った巨大うなぎ、これを一口ずつ入れると完食でございます。最後いきます。はい、最後、はい、完食。完食、ごちそうさまです。やるぞ、巨大うなぎに完全勝利。果たして次回はどんな巨大生物に挑むんでしょうか。 That was really unbelievable.Oh, how could she eat that much? How many plates? How many servings? Oh my goodness. She's unbelievable, guys. Where did she put all those food? Her facial expression, you couldn't see in her face that she's full or something. She's all smiling. She's like enjoying eating. She's unbelievable, truly unbelievable.Wow, she's amazing. I couldn't believe my eyes. She's not a human. How could she eat that much? Oh my goodness. I'm like very surprised. And those two foreigners couldn't believe their eyes as well. She's awesome. Oh my goodness, Miss Gal Soneh, you're awesome.Well, anyway, another great video of Miss Gal Soneh. Thank you guys for watching with me. I'll see you very soon.